はい、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 おお、計算されてるんですよ。ね、ごね、ちょっと考えてなかった。考えてなかったんだけど。ああ、そうだ。これ買ったんだけど、ありがとうと、ありがとうともらってないよって人いる？もらった？ありがとうともらってる？みんな大丈夫？袋欲しい人いたら。もらった？もらってない？もらってない。グッズ買ったけどもらってない。あ、グッズ買ってない。残念。ってやつね、そういうこと、包んでない、ごめん。1枚目のやつも買った。あ、ほんと？ありがとうございます。ダブルダブル、両方両方。わー、ありがとうございます。喜んだ。え、みんなこれ飾ったらさ、ちゃんと SNS にさ、自慢してね、ちゃんとちゃんと私たちにタグつけてつぶやいてほしい、ね、ぜひとも、ぜひともとも、ね、無賃乗車いいですか？無賃乗車いいです。無賃乗車、無賃乗車。あ、え、欲しいってこと？いや、お金上なんだ。お金上なんだ。え、どういうこと？どういうこと？どうすればいいの？後でつけ、つけで、つけはできない、つけはできないから、つけできないよ。後でじゃあ、どうするか。上にお金ある。キープでね。オッケーオッケー。そして、あと2枚残ってるけど。あ、今、あ、いた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 。ありがとうございます。ありがとう。みんなごめんね、こんななんか無理やりの。もうさ、みんなで、もうほら、もうすごい腕を超えてさ、ね、上腕二頭筋をみんな鍛えてるわけよ。私今 DJ 忙しい。喋れよ。喋れよ。ね、MC あんま なかったですから、さっきね。本当だね。そうなのよ。でもさ、本当にね、ファンマンゴーカンパニー。あ、ありがとう。お金こちらで。お金ね、ちょっと私たちは本当にお金にクリーンなんですね。お金にクリーン、お金にクリーンなんで、あのお金は全然、あの私たちは関与しないっていう方向性で。なるほどね。できますね。もうそれはもうね、政治もファンマゴもクリーンが一番。そりゃそうだな。そうだよね。ありがとう。ありがとうございます。ラスト、ラスト。いい声してね、みんな。ちょっと本当ね。え、どうしたの？これ、あれ？これです。My baby, thank you. 急に始まった。My baby, マリエちゃん、生まれてくれてありがとう。ですこちら。ラマリエ一回置く？ラマリエちょっとでも持ってたいわ。持ってたい？私持ってたいわラマリエ。じゃあちょっとよいしょ。なになに？プレゼントね。え、プレゼント？これはありがたい。これはリリカちゃんからマリエちゃんへのプレゼントで。かわいい、ありがとう。あちら好きな、大好き。暑がりだから薄いペラペラのペラペラの部屋着。箱にしてくださいって。どういうこと？
新しいガウン、ちょっと今着てカツラつけてくれる？どっか行っちゃったんでしょ、あのガウン。え、あるの？あれね、約ね、8年前に買ってます。ずっと使ってるから汚いから、新しいガウンを調達しましたんで。あ、いいね。でももう中がつなぎでよくわかんないけど、でも可愛いと思う。可愛い、可愛いよね。ママの新しいガウンです。あ、急いでママにならないと。ママ可愛い、ありがとう。ママの拍手ありがとう。やってる、すごい。でもさ、今聞いてた？何？かわいいかわいいってみんな言ってくれたよ。うん、女の子しか言ってないね。女のかわいいは信じへんで。かわいい、かわいい、かわいい、 I believe。 よかった、ありがとう。ありがとうございます。嬉しいわ、もうみんなに呼ばれてるから嬉しい。めっちゃ嬉しい。ママ、よかったよかった。それでね、今日はマリエ広告の展示も今日やらせてもらったんですけど、欲しい人がいたら、これね、完全に今のところ一品物です。一品物なんです。ただ高いよ。いい？ベラボーに高いよ。1個ベラボーに高い、3000円です。ベラボーに、ベラボーに高い、一点物だから。だからみんな、揉め事しながらどれにするか決めて。揉め事しながら、揉め事。これも一応買えますってことですよね。一応買えるんだけど、どうしてればいいの？どうやって売ろうか全然考えてない。買える時に、買える時に私と共に、そうね、お金もらってこれみたいな。じゃあそうしましょうね。そうしましょう。じゃあ皆さん、ね、どれが欲しいか、じゃあ目星つけといてください。一点物なんで、かぶった場合は決戦じゃんけん、決戦していただいて。そうだね、それでいきましょう。そうしましょう。本当にありがとうございます。ありがとうございます。イエイイエイ。本当嬉しいわ、こんなたくさんの人に祝われたの初めて。嬉しいね。いや、私も嬉しいよ。よかったよかった。まりえちゃんはみんな、なんか抱負を、じゃあ抱負、抱負はね、うん、みんなの自慢になる。わっ、さ、これ見ても分かる通りさ、今15人聞いてほしい。今誕生日やね、今誕生日やね。15人、今でも15人ですけど、これね、こう今来てくれてる人たちが、ね、知ってる？マリエって知ってる？めっちゃヤバい女いるんだけどっていう風にいろんな人に伝えて、うん、こうファンタスマゴリックが、うん、こう相乗効果で、でカラバタのリリカちゃんとさ、なんか一緒にやって面白い変なグループあるよねみたいな感じで面白い変なグループ、そうそう、みんなのこれ、それは自慢なのか悪口なのかよくわかんないんだけどそうなったらいいなっていう、そういう風になれたらいいなってことを、今年1年、うんうん、この髪型、このカツラとともに頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。おめでとう、おめでとう。みんなのこと絶対忘れない。もう、うん、覚えた、覚えた、覚えた、怖い怖い怖い、めっちゃ怖い。じゃあですね、ちょっと短いけど、そういいですか、あの2次会終わって。でもさ、多分さ、3次会で多分みんなまだ全然ぶち上がってないじゃん、うん、3次会ぶち上がって。私いいこと考えたわ。え、何何、なんか歌おうか、やっちゃおうかカバー。私が持ってるカラオケで歌えるもの。私歌詞ないと歌えないよ。誰かよくさ、歌う前にこう引率してくれる人いないと。あ、私それやろうか。本当できる。何歌える？え、カラオケ、ちょっと待って、え、何歌えるかな。あ、絶対無理じゃない。マリエちゃんのお箱、私のお箱がリリカちゃんの。あ、でも大丈夫、アップルミュージックにあるよ絶対。そうかも、アップルミュージックで。どうしよう、お箱。でもちょっと本当に最近カラオケ行ってないのよ。みんなでカラオケ行こう今度ね。パセラあたりね。パセラのほら、トーストすごい美味しいじゃん。ハニトーハニトーハニトーね、味よね。何歌いたい？どうしよう、何歌おうか。これ出る？カモメが飛んだ日じゃない？あー、いいねー。あ、それ私カラオケ持ってる気がする。あ、ほら、あった。本当にもう出てきちゃう。すごい。待って、引率してくれる人いる？私やります。え、わかるの？任せて。さすがじゃん。さすが、カラバタの女王やで。カラバタの女王やで、ボリュームなら。これさ、おい
16人のみんな今日やで、かかってる。どんどんさ少なくなるのはなんで、相手してないから少なくなるのかな。あれどうもケン君ね、あすごいかかってるけど超激ちっちゃい、どうすればいい。あすごい、あごめんなさい。じゃあああね、ちょっとね、16人って少なくない。少ないね、笑えるよね。めっちゃ笑ってる私が。待って、何の曲なの。こっちにさせばいい。カモメが飛んだ日変わったね。カモメが飛んだ日じゃない、これ以上上がらないよ。これね、あと私たちがまだファンタズマオリックじゃない時にチャリティーライブ2人で初めて歌ったカバーソングじゃないですか、これ。そうだね、懐かしいね。まさかの地下でだったね。じゃあお願いします。